ってことはここでヤマンバと上死んでる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことでみんなと合流しよう。ねえし、頑張って合流しますか。あ、ここに落ちてるやつが取りたい。とりあえず取りたい。よし。あ、あっこにもなんか。まずい漢方。よいしょ。あ、飛び越せるんやね。さて、みんなは一回って言ったよね。もう多分走っても大丈夫やし、足跡とかもないはず。どこ？あー、サクサク動けるって嬉しい。あ、いたいた。おーい！みんな！うん。よかった。三人とも無事だったみたいだね。ということは、あったよ。じゃーん！あ、ほら。妖怪ウォッチ、エルザゼロさ。これが、超かっこいいんだけど。みんなの助けがあったからだよ。ありがとう。私たちのおとり作戦がうまくいったみたいね。そういえば、ヤマンバはどうしたんだ？いつも浮いてる白い妖怪見当たらないが。ほんとよ、ウィスパーどこ行った？いやー、それが、あの後なんだか逃げ切って隠れたんだけど、ウィスパーだけ逃げ遅れてヤマンバに捕まっちゃったんだよね。マジで？大丈夫なのそれ。っていうか、どっちの？それが、両方？両手に。どっちもなんだよね。どっちも？なんでそんなことに？なんか、どっちがおとりになるか言い争ってたら、後ろから来たヤマンバに二人ともガッと。はあ、アホか。騒げば見つかるに決まってるだろ。ウィスパーのことだから大丈夫だとは思うけど。なるほど、人質ですね。ヤマンバはどうやらこの大広間にウィスパーたちを連れて行ったみたいなんだ。助けに行きたいけど、俺たちであれに勝てるかな。頑張るしかよ。よし！みんな、俺も戦うよ。俺、まだまだ強くないけど。今度はみんなの助けになりたいんだ。シン、お前。心強いね。じゃあお願いできるかな。気絶から復活できるのは強いもんね、だいぶ。うん。ありがとう、シン。それじゃあ一緒に戦おう。うん。任せて。ケイタたちと合流した。よーし。ケイタにバトンタッチ。うん。待ってて、ウィスパー。今助けるよ。行くぜい。ってことは、ここでヤマンバと、上死んでる。ウィスパー、そんな、死んじゃったの？なんてことだ。どっちのウィスパーも始末されたのか。くそ、意外といいやつだったのに。お前たちの仇は俺たちが取るからな。妖怪は死んだら消えるんじゃないの？いけるか、大丈夫なのか。怖い。狂乱の鬼ババア、ヤマンバ。ああ、包丁持ってるあたり超怖い。よっしゃ、来いや。来いや、ヤマンバ。あ、シンは、シンで別で追ってくれるんや。死んだ奴のことを考えるな。今はこいつに集中するんだ。ちょ、待って、みんな変化当たった。パーフェクト。あ、なるほど、みんなをシャドウサイズに変化させるってやつなんやこれ。なるほど。あ、コマさん、コマさんが気絶したよ。コマさんが、ナイス、褒められてやる気や。誰か代わりに出たいって言っておらん。はい、ジバニャン出てこい。あ、出てきて速攻でシャドウサイズに変化したわ。効果が続いとるってことかな。さすらい玉が出現どこ。さすらい玉どこ。さすらい玉どこ。ご覧とり。あ、あった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 。あったあったって。なになになに、切り替わった切り替わってしまった。あれや、ちゅう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 
スライダーもなくなったんですけど。ピン刺したよ。ヤマンバにピンが刺したいわけじゃないんだけど別に。ないな別に。あ、もしかしてこれで。いや違いますね。別に何も。ちょっと怖いよ。よっすい、出て。よっすいとミッチー倒れてるから。お、ウリボー出ておいで。で、速攻でシャドウサイドに。怖い。必殺ゲージマックス。お、必殺ゲージマックス。なぜ猫また。ナイス。大丈夫？あー、ジバニャンが。待って、私夏目に変わる。みんな変に使う。はい、パーフェクト。シャドウサイドに変に使う。猫また出といてよ。技が使えない状態は結構きついよ。シンだ。でもシンを集中的に攻撃してくれよったらさ、結構助かるよね。お、やるじゃん。シンはさ、体力表示されてないけんね。これいけるぞ。いくぜ。今がチャンス。弱にスイートール。怖いよ。キリボー大丈夫か。いやー、ちょっと待って、怖い。危なかった。あ、痛い。痛いからやめてよ。よっすいとーり。てあー、ちょっと待って、じゃあケータ変わる。あー、ケータがバトルに加わってしまって。ケータ。みんな入れ。はい、スリーボーシャドウサイド。オッケー。ここに出てこれるメンバーはいないっていうことかな。怖い、ちょっと待って。もうそろそろいけそうじゃない。よっしょ、ビビビビビ。おっしゃー、やったね、勝利。イエーイ、ありがとう。やっつけれてよかった。ウィスパー、仇は取ったよ。めっちゃ普通になんかネオルみたい。あ、ちっちゃい、かわいい。な、何？急に縮んじゃった。なるほど。もしかしてこれがヤマンバの本当の姿なのかも。こんなちっちゃいのが正体だったのか。お前。よくも屋敷を乗っ取ってくれたな。ただで済むと思うなよ。ね。待って、イツキ。ちょっと話を聞いてみようよ。うん。そうしようよ。私にはなんだか悪い妖怪には見えないし。あ、パパ。はぁ。まったくお前たちは、つくづくお人よしだな。うん。バクロバーみたいなね、パパ。まあまあ、さっきみたいに敵意は感じないし、話を聞いてみてもいいんじゃない？おい。何か訳があるのか？話してみろ。何？パパ！妖怪ウォッチ守ってた。悪い奴からウォッチを守る、ババアの役目。あ、そういうこと？だけどババア油断してウォッチ取られた。ババアびっくり。その時ババア昼寝してた。気づいた時もうウォッチなかった。道理で俺がウォッチを持ち出した時は襲われなかったわけだ。ババ焦ったババア、仲間呼んでウォッチ守った。怖がらせて人間を追い払おうとした。おいおい。それで屋敷に妖怪がうようよいたのか。あれは怖がらせるってレベルじゃないけどな。悪い奴からウォッチを守るっていうのは、妖怪ウォッチの力、悪い奴欲しがる。ウォッチの力で悪さしたら大変。うん。確かにそんなことになったらかなりやばいかも。へぇ。
このウォッチにそんなすごい力が。なんとついにこの日が、ウォッチが新たな使い手選んだ。何？ウォッチが俺を選んだってこと？ババアウォッチの使い手ずっと待ってた。ババアの役目これでおしまい。仲間にならないの？ねえ、このウォッチ俺が使ってていいの？ババあとはウォッチが導いてくれれば。かわいいのにあの子。行っちゃった。まあこれで屋敷も元に戻ったし、一件落着だな。うん。なるほどね。ただ単に守り神みたいな感じだったんや。でもウィスパーが起きてるよ。口うるさいとこもあったけど、いなくなると寂しいね。きっとウィスパーもケイタ君たちに使えることができて幸せだったと思うよ。殺してるみんな。意外といいやつだったよな。ウィス？話が一段落したら出て行こうとしたら、ウィス？どんどん出づらい感じになっていくでウィス。まあ、なんでもっと早く出ていかなかったんですか？まったく。なんでってあんたがなかなか目を覚まさないからでしょうが。俺、元の世界に戻ったら、ウィスパーのお墓を作ってあげるよ。お墓の話まで。ケイタ君、私も手伝うよ。それさえ行こうか。なんと！ちょ、シャレにならない計画を立ってますよ。行きますよ。ああ、もう今出ていかなきゃまずいで、ウィス。行きますよ。せーの。ウィスー！皆さん、待ってください。どんな切り替わり方やねん。まさか人間界でもこいつにお目にかかるとはな。え？はい。ええ。まさにこれは伝承にある世界の扉。しばらく前から出現していたようですが、このようなものがなぜ人間界にあるんでしょうか。またここ戦うとかじゃないよね。さあな。だがこれで疑問が解けたな。奴らを仕留め損なったあの時、こいつら別の世界に逃げていった、行ったってわけだ。人間ごときがどうやって世界の扉を使ったのかは知らないが、こんな面白そうなもん、独り占めは良くないよな。別に入れるんなら入ればいいじゃない。おお、何？封印される。俺たちともっと遊んでくれよ。なあ、妖怪探偵団。なに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 、こう開いた。来るやん、絶対。あ、無事にウィスパーたちも。いやー、生きててよかったよ、ウィスパー。ちょっと！あのまま置いていかれるかと思いましたよ。ヘム。なんかわざとらしかったような。夏目さん、実は気づいてました？ケイタどこ見てんの？遠くを。そんなことないよ。置いていこうとしたね。まあまあ、そんな怒ることないにゃん。いてもいなくてもどうせ同じにゃん。かわいそう、毒舌。そうにゃん、今回だって何の役にも立ってないにゃん。あったね。へえ、にゃんにゃん、うるさいわ。このヘコキネコ妖怪どもが。ヘコキネコ妖怪、言い方。にゃん。俺っちはヘコいてないにゃん。取り消せにゃん。おい。いつまで騒いでるんだ。妖怪ウォッチは手に入ったんだ。次はお前たちの番だな。うん。そうだった。このウォッチを使えば、あの扉を開けることができる。あ、そっかそっかそっか。まだ確証はないけどな。本当の扉が開くのか、確かめに行こうぜ。これ扉くぐったらあいつらおるパターンやね。最悪やん。でもこれで本当に開くかな。もし開かなかったら、心配になることは言わないでくださいよ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。絶対あの二人のところに出るパターンやと思うよ。めっちゃ伏線張られてて。絶対。